これはピオ。どうも、アルポジチャンネル管理人のピオです。こちらは我が家の愛魚、ノーザンバラムンディのアロヘイ君です。ちょ、ね、今回なんですけど、アロマナのね、メンタルについてちょっといろいろね、まあ話していこうかなと思います。まあアロマナ飼ってる人はね、結構その、うちの子はメンタルが強いとか、メンタルが弱いとかって、まあいろいろね、聞くんですけども、はい、じゃあ一体メンタルが強いって何っていうね、はい、メンタルが強いってのは一体何かっていうのはちょっとね、やっぱ思うわけですよ。まあ、今回はね、それについてちょっと答えないような動画を SNS で発見したので、ちょっとね、それをもとにちょっといろいろね、話していこうと思います。はい、まずはね、こちらをご覧ください。はい、まあ、中間字なんですけどね、こちらね、X ネームですね、旧 Twitter ネームのみやびさんからね、ちょっと動画提供もらったんですけども、はい。みやびさんね、動画の提供ね、本当にありがとうございます。はい。こちらですね、シェンロンの、ショート答えなんですけどもね、ご覧の通りね、研磨しても同時っていう。いや、すごいと思いません、これ。いや、私ね、ちょっと、拝見したときにすごいびっくりしまして、うん、いや普通はね、結構ビビッと思うんですよ、こんだけガーガーやったらね。なのにね、何事もないような感じで、まあ、動じず、じっと見てるでしょ。いや、これ結構ね、個人的にかなりその衝撃映像だと思うんですよね。普通やっぱりね、よくその、水槽をはたかないとか言うじゃないですか。やっぱそれはやっぱり魚がね、怖がるからってのあると思うし、私もそう思うんですけど、ここまでの騒音でこんな水槽にやってもね、こちらの答えは一切動じないっていうのがね、いや個人的にはね、かなりすごいなと思いますね。で、聞いたんですよ、みやびーさんに。実際これ気象ってやっぱり、どうなんですかって、うん、聞いたらね、もう入れる魚はもうやばいっていうぐらいもう噛みつくみたいな感じらしいんですよね。もうかなりもう獰猛で、まあ、気性が荒いと、はい、いう感じで、はい、やっぱりね、気性が荒いらしいんです、相当、だからやっぱりね、動じないみたいな感じだと私は思ったんですけど、実際じゃあうちの子ね、うちのアロヘイ君はノーザンバラムンディっていう種類なんですけど、もうまあ知ってた人だと思うんですけど、やっぱ気性が荒いんですよ、この子も。気性の荒いんだけど、じゃあうちの子もじゃあ水槽に何かやったら動じないのっていう話じゃないですかね。はい、気性の荒さイコールもうメンタル強い、動じないみたいな、なのかっていうことなんですけどもね、ズバリ答えはこちらです。
はい、まあご覧の通りね、あのうちの子がね、あのもうビビりなんですよね、こう見えて。いや、全然違うでしょ、あの宮城くんとこの魚と。いやね、あの気性荒いんですよ、うちの子も。気性荒いんです。あの流木にね、あの噛みついたり平気でしちゃうような子なんで、すげえ気性とか荒いんですけど、やっぱそれイコール、やっぱりそのメンタル的な強さっていうか、ではないねっていうのが正直、思いましたね。で、だから本当ね、あの宮城くんの動画を見てね、すごい、めっちゃこう、衝撃だったんですよ。はい、マジと思ってね。普通あんなにやったらさ、暴れまくるじゃん。ね。なのに、宮城くんのね、交流は全然当日、反面うちの子がね、ちょっとこう、吹いたぐらいで、めっちゃこう、ビクビクビクってこう、あの、水槽の中をね、泳ぎ回るような感じで、うん、同じ魚っていうかね、あの、あれでも全然違うなっていう、感じましたね。はい。実際のところ、まあ、うちの子の反応って、やっぱり普通だと思うんですよね。どうすか？いや、普通だよね。うん。やっぱこう、水槽とかガラスちょっとこう、バンバンとか、ちょっとこう、やっちゃうとビクってなるのが普通だし、うん。普通、怖がるのが普通だと思うんですよ。うん。ちょっと、みやびくんのね、ちょっと、交流がね、あまりにもちょっと、あの、どっしり構えすぎててね、ちょっとさすがにちょっと俺も不安になってきたんですけど、皆さんちょっとどうすか、皆さんのところのアロワナどうすか、どっち寄りっすか、あの、みえびくんみたいな感じなのか、それともうちの子のようにはちょっとやっぱり普通に反応します、ちょっとビクビクってこう、はい。まあ一個やっぱあるのが、交流だからやっぱりメンタル的なもんちょっとやっぱ強いっすかね、普通のアロワナよりも。やっぱこう品種改良でね、やっぱ作られたもんだから、交流っていうのは、だからやっぱりそういったとこもやっぱり普通のアロワナだとかね、うちの子みたいにこう、あの、何もね、こういじられてない魚よりもやっぱり品種改良の結果、メンタル的なもんも強いんですかね、交流って。なんかもしね、あのコメント欄とかで、あのピョンさん、うちの子はこうだからこうですよとか、あの、こうこうこうですよなんてね、あの、ぜひともあればね、あの、教えてもらったら私も助かるんですね。あの、ぜひともね、あの、有識者の方ね、どしどしコメントお待ちします。はい。いや、しかし本当面白いっすよね。本当あんだけ動じないっていうのはね、本当俺、あの、笑いましたわ。はい。あんだけブー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 やったらね、本当に普通だったらもうかなり怯えと思うんですけどね。いやー、すごいっすね、本当。アロワナって面白いね。はい、まあ、というわけでですね、あの、今回なんですけどもね、あの、ちょっと SNS でね、あの、見つけた、あの、交流の動画をね、あの、引き出して、ちょっといろいろね、メンタルについてちょっと語ってみました。はい。まあ、今後もね、いろいろな動画を、まあ、投稿していこうと思うんでね、よかったらね、登録&高評価、よろしくお願いします。はい、ではね、また皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。